今日はまたゲーム紹介やっていこうぜ、レイム。って、なんでお前がいるんだ、えな。何のつもりよ、あんた。私のゲームに興味あるんで、強制的に参加させてもらいますわ。めんどいから好きにしなさいよ。で、今日は何やるのかしら？この前は、ロックマン X のファンゲームだったわよね。本的には、マイナーなもんを紹介するんだが、今回は趣向を変えて、有名どころだね。あら、珍しいですわね。しかも、おしゃれだからな。へえ、流行りの FPS や TPS かしら？いや、カードゲームさ。あんたがカードゲームってことは、はぁ、なるほどね。4X さんの趣味にも少しだけ興味あります。レイムはわかったみたいだな。え、何も教えてやるよ。今回はルービオー、デュエルリンクスの紹介だ。あんたこっち来てすぐの頃、デュエルでマリサと仲良くなったのよね。ほうほう、レイムは全然ダメだったけどな。うっさいわね、カードゲームは苦手なのよ。私も外の世界で見たことがあります。面白そうですわ。特に闇のゲームは私の能力みたい、再現できそう。妙なことを思いつくんやねーよ、えな。さて、前置きはこのくらいでそろそろ始めるぜ。いやいやいや、待て待て、待ちなさいよ。なんで停止画なんですか？こういうのって、プレイ動画流すんじゃないの？いや、しばらくやってなくて復帰したばかりだし、正直、ちょっと面倒いし、プレイ動画は需要があればやるぜ。はいはい、あくまで説明ってわけね。それにしても、あんた満足さん好きよね。ハーモニカ吹いてるとことか、クールですわよね。ほう、最高にクールなんだよ。んで、さっきのは満足さんで、ブルーモーしばいたとこさ。それは見ればわかるわよ、状況説明雑だわ。ブルーモー、というか、アンチモニーのイベントやっててな。割と好きなキャラだから、復帰のモチベになったんだよ。それまで少し飽きていたのですか？まあ、3年くらいはやってるからなぁ。多少は飽きもするさ。そして、アンチモニーもプレイヤブル券ゲット。へぇ、今日の14時からゲット化だったのね。ネットで見てきたわ。早速使ってますね。どうでしたか？いや、テックヴィーナスもパーツが全然揃ってないしまだまだ。単にレベル上げてただけだな。もうレベル15まで上げてるじゃない。いや、今な、経験値 1.5 倍なんだよ。だから、成長早いけど心拍、当てないとテックヴィーナスは詰められん。確か、今回のイベントで、ブレードガンナーはもらえるのよね。ブレードガンナーかっこいいですわ。ほうほう、ここまではイベント進めないとな。ハルバードキャノンは、新パックのウルトラレアなんですね。メインパックだからなかなか落ちないわよね。こればかりは地道に引きまくるさ、多少課金してな。課金する金あるなら、私にも課金しなさいよ。しれっとカツアゲするなよ、レイム。あんたはケチなやつね、ロス。まあいいや、とりあえず今のとこはこんなもんだ。需要しないで、プレイ動画や、ルールや戦術の解説もするかもな。かっこ、するとは言ってない。やめろ、バカ。期待せずに待ってますわ。そうね、私もそうするわ。バカにしやがって、こいつが。じゃあ、今回の解説はここまでだね。次の動画も、ゆっくりしていってね。
私のセリフ取るんじゃないわよ、えな。一回言ってみたかったんですよ。ああもういい、終わりだ終わり。